モルダビア民主共和国リパブリカデマックレアッティカ、マルドバニアスカ、国家ディーステップタテ、ロマーネ、モルダビア民主共和国、通称モルダビアは1917年12月16日に建国が行われ1918年2月6日に独立を宣言した国家。現在のモルドバ共和国と北ブコビナ、ブジャク、ルーマニアの一部の領域に存在していた。 二月革命によって、ロシア帝国の政治的な力が弱まった1918年10月から11月に、選挙されたベッサラビアのスファトルツァーリーによって独立が宣言された。スファトルツァーリーは、立法府の本体で、モルダビアの政府であった、長官会議は、独立宣言の後に、大臣会議に改名された。1917年に、ペトログラードで二月革命が起きると、 ベッサラビア県の知事は辞任し、ベッサラビアの暫定政府政治委員に指名され、グベールニアゼムストボの長となったコンスタンティン・ミミと、彼の副官であったウラジミール・クリスティに法的権力を渡した。すべての旧ロシア帝国の県で同じような手続きが取られた。皇帝派政府の長官は、法的権力を州や県のゼムストボ長官に譲渡し、それぞれ州政治委員、 県政寺院と呼ばれた。1917年10月に開催された農民議会は新しい政治委員に対する投票で耳を外し、イオンインクレッツに投票した。この動きはアレクサンドル・ケレンスキーの計画したもので、彼がペトログラード大学准教授のインキュレットをベスサラビアを保持するために送り込んでいた。法的権力がなかった農民議会はすぐに投票し、 ケレンスキーは正式に耳からインキュレットに政治委員を置き換えた。インキュレットがキシナウに着いた時、反抗する貴族が沈まっていることを知り、このため、ウラジミール・クリスティが副政治委員の地位を持つことに合意した。モルダビア民主共和国が宣言される際に、クリスティは辞任し、インキュレットに法的権限を与えた。ベッサラビア。 スファトルツーリーは1917年10月から11月に選挙され、1917年12月から活動を始めた。国会はモルダビア民主共和国をロシア民主連邦共和国の加盟国として宣言を行った。ボルシェビキの1918年の1月18日から1月25日にかけてのウクライナ方面での占領失敗と、これによって起きた。 ウクライナの独立宣言による刺激は、ベッサラビアを事実上ロシアの枠組みから外していった。そして、スファトゥルツァーリーは、モルダビア民主共和国の独立を1918年2月6日に宣言した。ドイツ帝国とルーマニア王国、ウクライナ人民共和国、ボルシェビキロシアによる分離交和合意の調印の後、国民はルーマニアとの連合を強く望むようになった。 これに促され、1918年4月9日、スファトゥルツァーリーは、ルーマニアとの連合の表決を行い86人の賛成、3人の反対、36人の棄権で連合を行うことが決定された。地方自治、ベスタラビア議会の継続、地方議会と行政体としての権限を条件に、ルーマニアと交渉を行い、スファトゥルツァーリーは、 法的に、モルダビア民主共和国を終焉させ、ベッサラビアとルーマニア王国の連合を宣言した。この連合は、パリ条約で承認された。反対票を投じた3人のうちアルカディエ、オスモロフスキーは、ソ連に移住し、ステファン・バルメスは、地方政治家として成功。ミハイル・スタレンキは、彼の教職を続けた。モルダビア共和国の指導部は、 スファトルツーリー議長で大統領であったイオン、インキュレット、長官会議議長パンテギモン・エルハンで構成され、閣僚評議会議長として、ダニエル・チュグレアヌが独立を宣言した際に引き継いだ。スファトルツーリーは初期には120の議員を含んでおり、後に135人、150人と増えた。異なる事情のため4月9日には138人の、うち125人が投票し、 13人は欠席していた。1917年12月21日、スファトルツァーリーは、モルダビア民主共和国の政府である、長官会議を選定した。議会は9人から成り立ち、7人がモルドバ人、残りはウクライナ人とユダヤ人数とずつであった。彼の熱望的布告で、国家行政をすべての面で組織し、無政府状態と災害を除去し、 国家の生活のすべての面における秩序の導入を助けるために議会は置かれた。長官会議の行政事務官の事務所が置かれた。国家政府に関するすべての問題を行政事務官の事務所を通して該当する長官に伝達するために国中で公的、私的な機関が必要とされた。それぞれの長官の以前の同意なしに行われた公的、管理地でのすべての行動は、 法的に無効と布告され、同時に管理者はこれらの行動の責任から解放された。ありがとうございます。